仲間が欲しくてたまらない、アキミロです。はい、続けていきます。前回で、どこ落としたっけ？剣庵ですね。孫権軍の剣庵を落としました。残りの孫権軍はもう、慶応と調査の2つだけです。まあ、兵数を見る限り大したことないように見えるんですけど、一回にガードが硬いというよりも、近づくのが大変なんで、ちょっと一回孫権置いといて、今回は劉備軍の蔡を落としていきたいと思います。ここを落とせば、六甲とも連携がしやすいんですよね。今だとどうしてもこの、剣行五で会計か。ここから連携するしかないんで、かなり遠くて大変なんですよね。で、前回劉備軍が調査攻めた時、なんだかんだ守り抜いていたので、今回も劉備軍と孫権軍がちょっと揉めてくれないかなって期待してます。その間にこっちは蔡を取るっていう目論みです。ちなみに、前回のパートで、陳留の内政がもうこんな感じに下がってます。今までは、ほぼほぼ全部マックスの緑色だったんですよ。それがもう陳留もレベル3まで落とされましたし、魚なんてもうガンガン攻められてるんで、ほぼレベル1、まあ1個だけ2ですけど。ここはすぐ復活できますね。で、意志ももうだいぶ下がってますし、まあ酸素はバトグにしょっちゅう攻められてるんで上がることはないですね。で、この遠心港だったかな。ここもなんだかんだバトグがたまに船でやってきて荒らされるんで、ここも内政下がるんですよっていう感じで、唯一ここがフルに負に武将を配置して収入を増やせる場所だったのに、そこの収入源を減らされたっていうので、結構我が国痛手になってます。前回の終わり際作っておいた投石台壊しに勝者3点が出てきました。もうちょうどいいや。ちょっとこういう細かく出てきたの投石台だけで倒せるかちょっと怪しいんで、一部隊だけ出して確実に倒していこうと思います。経験値稼ぎも兼ねて。誰だそっかな。勝美も統率がだいぶ高くなってるんですよね。ここはクラウディアを出しますか。クラウディアの統率上げていきましょう。イベントに王受賞がついてるんでやっておきます。ついに王まで来ました。あとは皇帝だけですね。王を受賞する。おラインハルトがアキミロに向かって突撃してきました。投石台があるとはいえ厳しそうだな。これはちょっと引き気味に戦おうと思います。ではラインハルトの動きを見ていきましょう。あー、チンリにまた計略か。あ、帰っていった。ラッキー。今度は、趙雲と一緒にラインハルト戻ってきました。アキミロを投石で直しに行ったんですけど、すぐ戻させます。それでもついてくるようであれば、ライザで平坦切り狙っていこうかなと思います。とりあえず一回戻んないと無理だ。では、怖いラインハルトと趙雲の動きを見ていきましょう。ラインハルトは帰ってきましたね。趙雲は追ってきてる。あぶねえ。ちょ、クラウディア最終楽章でこいつ倒します。死者が到着しました。誰を返してって。装甲さんか。拒否。再び超運との戦い見ていきましょう。よし、投石台で終わる。これなら逃げてく最中にあと一発。あー、なんか上から恐ろしいの来てる。やめて。ラインハルトがすんごい勢いで下に下がってきましたね。だがこれはチャンスです。7600しかない。この川を渡れるかどうかなんですよね。なるだけここの橋まで行ってから渡りたい。劉備軍もなんだかんだ水軍かなり強いんで。ではラインハルトと戦い見ていきましょう。天道合戦くれ。ドゥンドゥドゥン。ファイヤー。1200か。ライザーとりあえず離れてくれ。そっから出た混乱。ラインハルト、これが嫌なんだよ。では再び見ていきましょう。ライザー負傷兵が少し回復しました。クラウディアの提案最高っすわ。一応投石台の方まで離れられてますね。ではちょっと勝美たちも含めた再走回り見ていきましょう。ラインハルト帰っていくかな。帰ってってますね。よっしゃ、さすがに再走危ねえって悟ったようですね。再び再走回り見ていきましょう。と言ってもラインハルトが帰ってっただけですね。逆に次のターン危ねえな。勝美たちのとこ攻めてきそうだな。さて、先にこっちをやってから再走見ていきましょう。あ、へえ、出してこなかった。マジか。絶対どっちか潰しにかかってくると思ったんですけどね。意外です。
再装、あとこの武将でいいのかな、ここさえ取れば包囲占領完成です。どうしようかな、ライザーをおとりにするのもありですね。取れちゃったら取れちゃったで包囲占領完成ってことで、よっしゃー。でもしライザーの方に兵が出てきたら、その間に秋見ろ、柳見、克実っていう3部隊で再装に突っ込ませるっていう手法でいきたいと思います。なんか馬頭軍、武漢を守りにすげー部隊出してるんですよね。洛陽も1万ちょっとで、古老館3000なんで、ちょっと青蘭出して近づくだけ近づいてみようと思います。その時は頑固もセットで、もし兵を戻してくれだったら青蘭部隊は戻しますと思ったら、青蘭を持ってる武将が陳留にいませんでした。くっそー、まさかこのタイミングでこういう目に遭うとは。仕方ないので国将の投石を代理に出します。お、また再装から出てこなかったですね。意外だな、やっぱ敵もどっちに出るべきか迷ってるんでしょうか。とりあえず砦完成しそうだな、よかった。劉備軍、いつもと違うパターンで出撃してきました。魚鱗2つで、しかも1つは1万4000とか結構な数できました。とりあえず女性の方はクラウディアの最終学習を使って倒そうと思います。F に関してはちょっと10瞬までおびき寄せないとダメかもしれません。では再び怖い再装回りをと思ったら、また出てこなかったっすね。なんだ、もう、あ、最終学習はまだですね。怖いな、逆に何も仕掛けてこないっていうのが不気味すぎます。再び再装回りです。ただクラウディアのところに近づいたら女性に最終学習を打ちます。もうそろそろ来た、くらえ。あ、でももったいないな、もうちょっと食べればいいんで、2ゲージ溜まったら打ちましょう。次のターンかな。さっき洛陽1万5000まで溜まってたんですけど、また兵出して武漢の援軍に向かせてます。劉備軍が本格的に攻めてるようですね。で国将投石もここまで来たので、もう攻めます。行くぞ。任せください。いや待てよ、一人で行かせていいものか。足で見合わせた方がいいかな。まあいいや、頑固の2部隊ももう、どうされましたか、向かわせます。ついに再装から出てきました。だが最終学習、あ、ちょっと待って、2ゲージ、秋ビルの方に来たか。よし、2ゲージ溜まったんで打ちます。くらっ、これは速攻で柳とかを動かしましょう。では秋ビルがおとりになってるうちに柳たちに近づいてもらいましょう。なんとはもつかですね、秋ビルが。いやー、もう終わった、一ターンしか持たなかった。これは厳しい戦いだな。国将ついにたどり着きましたね。もう超瞬間後ろから矢打ってます。あとは豊臣がたどり着いてくれれば3対1です。古老館落とせるかもしれません。では再び再装回り見ていきましょう。ナイハルトがすんげー勢いで近づいてきた。ただライザーが包囲占領できるかもしれないんですよね、このターンで。頼む、頼むすぎて、よし来た。これで超運とラインハルトは包囲占領で平坦切りです。ドワーン、これならワンチャンある、いけるかもしれない。まずいことに平坦切りになってませんでした。これはやばい、もう勝者が持たない。とりあえずラインハルトは倒す。下から今砲炎の部隊まで出てきてましたからね。秋ビロがもう持った、秋ビロじゃない、ヤナビがもう持たない。とりあえずラインハルトは撃破です。お、一騎打ち、どっちだ、リラか。ただ前にも超負けてるからな。103対99、これは分からない。リラ頼む、買ってくれ。よし、ナイス必殺技、めっちゃ削った。オッケー、お互い技 KO いけるか。オッケー、超運出した。捕らえてくんねえから超運、あ、馬持ってるから無理か。ざっとこんなものよ。え、また90、違う、壁か。つってもまだ半分か、遠いな。よし、衝撃波でも柳ももう撃される。さ、あー、やっぱ撃破されました、きつい。最終武将くらえ。古老館かなりやばいことになってます。つか全然減らせてない。これは撤退させましょう。無駄な兵使ったら、てか捕まんなきゃいいけど。3人とも全員撤退。承知しました。では再装回り見ていきましょう。天の完成、暗い再装。もう兵を減らすのが先か、壁を起こすのが先か、それともうちの
舞台が全滅するのが先か、もうなんとも言えないっす。頼むー、やだみー、リラー、ライザー。では長かった最早との戦い、決着つけましょう。地味に最後は歩兵軍団の勝利です。最早制しました。いやー、工場兵器が全部壊された時は負けを覚悟したんですけどね、ちゃんと落とすことできてよかったっす。敵将を捉えました。おお、女性武将や。これもともと曹操の武将じゃないですか。やっぱり曹丕が配偶者ですもん。慶応武将に紳士がいる。わー、まあでも曹丕がいてくれれば仲間になってくれそうですね。曹丕いないけど。あ、監視もいるじゃないですか。でもこれ劉備の妻だから絶対来ないでしょう。あと、あ、装飾、弁士と祭祀と関係あるのでこいつも登用したいですね。どうだろう、あとは、あ、美子もいるじゃないですか。でも劉備の妻だからな、絶対来てくんねえだろこれ。こんなもんですかね。4人登用候補います。どうだ。はい、全員に断られました。誰とも絡みがないのはこの教師さんだけでした。一人だけ初段。読み切れなんだか。そらば、その顔笑えるぜ。あとは全員掘るです。要州制覇がありますね。主義経験値ゲットしておきましょう。いやー、土地だけは広いな。土地だけは武将が圧倒的に足りないけど。いい加減孫権軍を早く滅ぼしたいっす。さて、祭祖を落としたんで次どうするかですね。本当は地図上これで孫権軍に行きやすいっていう感じなんですけど、孫権軍やっぱり劉備軍と戦ってるね、兵力を少し回復させてますね。27,000調査。もうちょっとな、劉備軍と戦ってほしかったな。まあ劉備軍じゃなくても劉度でもどこでもいいんですけど、でもそろそろやっぱり女性武将増やさないと厳しいんで、孫権軍と戦っていく準備していきたいと思います。ただやっぱかなり山のルートで建物とかも作りにくいので時間かかると思います。なんとかこちらの建安と祭祖、まあ兵がちょっと祭祖足りないんで、なんとかここ準備できたら調査もしくは慶応を狙っていきたいと思います。準備ができたら攻めますなんて言ってたら、もう一旦経過で下から孫権軍、上から劉備軍が攻めてきました。まあ最初兵ないですからね、狙い目なんでしょうね。あかんなこりゃ。なんとか投石台とか作って耐えるしかないなとか、兵糧もないし、ロコから輸送するか。まあちょっと考えて対抗していきたいと思います。孫権軍の方はかなり距離があるんでまだ大丈夫だとは思います。ではだいぶ近づいてきたので劉備軍との戦い見ていきましょう。もうこちら東北台で頑張る以外に道がないです。兵数がだいぶ少ないんで、うわーマジでライザーあの位置で食らうの。ただでさえ貴重な兵が絶対返さねえよ。やべえな、ライザー速攻返そう。いや返すというよりは一歩横にずらして作りましょう。再び劉備軍との戦い見ていきましょう。と言ってもこっちは投石台を見るだけですけど。頼む、ライザー早くその投石台完成させてくれ。うわー近づいてきた。よし完成。では再び再走回り見ていきましょう。もうリラで平坦切りを狙っていきます。あとは先に出しておいて一気当選を放てる準備をしています。よし、とりあえず兵1万の輸送が入りました。秋見野の怪我がようやく治ったので出撃させます。建安からの出撃ですね。どうしよっかな、勝者かな。もうだいぶ距離があるんで初めからもうでかい数値で出しておきましょう。だいぶ遠いなどっちから行くべきか、うーん迷うな。上のライザーたちと呼吸を合わせないと多分無理だと思うんで、先に調査を狙っていきましょう。ということで上に向かいます。ではまた再走回り見ていきましょう。わあ、リラも劉備の頑固の中に入っちゃった。くそー、おお、なんか張飛が猪突効果か、こっちに来てる。再び再走防衛戦です。ライザーも出しました。一気当選だ。どうすっかな、張飛に使うのもったいねえな。
でも張飛の方が怖い。倒す。くらー。終わりだ。あとは頑固の竜美奈美、これだったらいける。さあとどめちゃー。ライザが出るまでもなかったな。竜美軍再び行に攻めてきました。ふざけんなこいつら。立て直しても立て直しても攻めてくんだ。今馬頭軍とも戦ってんすよね、いつも通りですけど。今度はこれ全部まさか魚か。うわー魚です。おいおい、こっち馬頭軍めっちゃ攻めてきてんじゃん。いいのか劉備軍、そんなことしてたらやられちゃうぞ。陳竜結構ピンチです。馬頭軍がもう4000、8000、1000、7000、4000と結構な舞台で攻めてきてます。さらに曹操軍じゃねえや、劉備軍も曹操とかを連れてきてるんで、かなりやべえなこれ。もう兵力も正直あんまないんすよね陳竜。ずーっと攻められすぎてて、そうどうすればいいんだ。受信は受信で開けちゃうと序乱から攻められるし、6項ももう1万5000しかないで開けちゃうと効果から攻められるし、もう再走もギリギリだし、くそー劉備軍の兵の補給が早すぎる本当に。なんか馬頭軍下がってくれました、ラッキー。なんだこっちに全力を注ぎたいのか。すごい列ですね。こっちもバトング勝ってるじゃん。ほら、リュービーが帰っていって、頼むから帰って。なんと左の曹操たち率いるリュービー軍、魚が目標になってんのに意志の方行き上がった。くぅ、また内政下げられる。辛すぎる。下がったと思ったバトングまた出てきました。といっても2部隊なんでさっきよりは少ないです。なんと下から呂布、孫権軍が来ました。マジか、こっちの準備が整う前に、まあ、チンギスカンも勝者で来てますね。まあ、チンギスカンが勝者で助かったな。なんとか奴らが来る前に再走周りに投石台をいっぱい用意して、迎撃の準備を始めていきます。では、陳竜周り見ていきますか。結構やばいっちゃやばいんで。とりあえず投石台で文兵たちは大丈夫かな。問題は石の方だな。きつすぎる。再び陳竜見ていくんですけど、その前にこいつに最終確証です。さっきのターンにやるの忘れてました。おかげでちょこっとだけ兵が減っちゃいました。なんだと、さらば。そして陳竜に切り替えです。まさか石の方から攻めてくるとは思わなかったですわ。死者が面会を望んでいます。誰を返してって、装飾か。欲しいんだよな。そろそろ忠誠下がってないかな。では、再び陳竜まで見ていきましょう。わあ、地域回収か。馬頭軍すげえ兵出てきたな、今。もう勘弁してくれ。ただでさえこっちはきついのに。再び陳竜周り見ていきましょう。もう馬頭劉備明美濃軍と三者三様絡みすぎです。もう厳しい。ちなみに再走側の孫権軍ですが、提案で士気をめちゃめちゃ下げまくってます。さらに投石台の効果でチンギスカンもう倒される寸前ですね。呂布は兵がまだかなり残ってるんですけど、士気がやばいんでこのまままるまる倒せるんじゃないかって気がしますね。さあ再び陳竜周り見ていきましょう。もう馬頭軍っていうより劉備軍と戦い始めてますねこっちは。また下から文兵たち3000で出てきましたね。攻撃が止まらない。再走の方もついに呂布が上陸してきました。くぅ、これはどうする。うかつに呂布に近づきたくないな。天皇完成いきます。どうやら呂布と接触しちゃったようです。やめてくれ、呂布と一対一なんて怖すぎるよ。もうこの際だ、いいや。ライザーの方見ましょう。投石台との、ああ追ってくる、ちょっと恐るべし。ああ逃げられた。効果から張飛が単独で再走狙って出てきました。くっそー、劉備軍と孫権軍がガンガン来る上に馬頭軍も来るからな。ふう、人気者は辛いぜ。
神竜周りは宝山城かな。ここの平坦切りが成功すれば全部倒せると思います。まあそれが成功しなくても倒せそうな気がしてきましたね。ただ荒らされたくないってだけで、馬頭軍の方はもうあと上の2部隊だけなんですけど、1部隊は平坦切りになってるので多分大丈夫です。だから総兵ももう250勢撤退してますね。問題はこの文兵と王兵ですね。さらに後から来てる長領、怖すぎる。ただ今回は力の方を見ていきましょう。今回で倒せると思うんで、勝つ見てこれで平坦切り成功したはず。ブラガーナー力倒しました。そしてクラウディア最終確証、相変わらずここは通させません。陳流周り平坦切り成功しました。そうそうピヨピヨってます。あとの2部隊ももう終わりそうですね。うーん、うわまた上から馬頭軍来てんな船で。あー切り良くなったらやめようと思ってたんですけど、一向に切りが良くならないです。ちょっともういい時間なんで今日やめます。くそー切り悪いなー。なんか最近こういうの多いっすね。もう常に攻められてるんで、なんかよし今日はこの子で終わりまーすみたいな気持ちいい終わり方ができない。あーまあ一回とりあえず陳竜はギリギリ守れていますってとこですね。ほんとギリギリです。で10周は結構クラウディアのおかげで余裕で勝ててます。逆にとこの投石台投石台とクラウディアのコンビネーションで安全に守れてます。まあ、あくまで少ない兵数で来てくれてるからっていうのもありますけど、高陵あたりからすげえ怖い部隊が出てきてるんですけど、何これ、目標終了、何この終了って、どこだったのか見つけられませんでしたが、すごい嫌な予感がする。なんかこれ多分我が軍に来てる気がしますね。もうやだ劉備軍、劉備軍の城をもっと奪いたくなってきました。劉備軍がもう活発すぎてこっちがきつい。まあいや次回はちょっとどこを攻めるっていうよりは防衛しながら我が軍兵力をちょっと安定させたいです。まあでもよく言うなら本当劉備軍の兵力を減らしたいんで都市を奪いたいですね。もう巨匠を奪いに行こっかな。ああちょっとチャンスと見たら孫権軍じゃなくて巨匠を取りに行きます。もう陳竜だとこの魚とか守りにくいんで、巨匠だったらもう周りいろいろ建てられると思うんで、ここを拠点にして劉備軍と戦っていければなーってちょっと今思いました。ちょっと気は変わるかもしれないですけど、そんな感じで進めていこうと思います。この動画暇つぶしになったなぁと思えたら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。キッズ動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。